このカットインはちょっと期待できそうな感じじゃないですか。一角、一角、一角。さあ始まりました、トミーとシーサの二人きりの戦いということで、今日は天球日のお店にお邪魔しておりますが、はい、いよいよ昨年2020年12月26日にグランドオープンいたしました、はい、こちら気候な川西釧路店さんです。やってきましたね。よっしゃ。いや、僕はグランドオープン前に一度お邪魔してて、オープン後初めて来たんですけども、そうですね、ちょっとびっくりするものがですね、はい、目に飛び込んできたんですけど、何ですかあれ。ちょっと見ていただいていいですか。ジャグロックフェスティバル。え、なんかすごい装飾だなと思って見たんですけど、本物じゃないですかあのドラム、はい、そうなんですよ。叩けちゃうんですよね。叩けば演奏できちゃうんですよ。ちゃんと音が鳴るんですよね、はいはい、全然出ます出ます。両サイドにはこうね、ジャグラーシリーズのキャラクターが歌って楽器弾いて、スピーカーもトーンとあって、はい、だから僕これ見た時に、あ、やっぱ七里店長が前回お邪魔した時言ってて、スロットコーナージャグラーシリーズの設置台数が結構多いので、まああの注目してくださいということをおっしゃってましたが、はい、いや誰でも注目しますよね。そうですね。あれ見たらせざるを得ない、せざるを得ないし、あ、本当に気合入ってるなっていうのが来てすぐ分かりました。しかもですよ、はい、この奥にはニューアイムジャグラー EX、はい、36台用意しますね。一島まるまるニューアイムジャグラー EX 導入してますので、もう臨戦体制整ってますよね、はい、5号機のジャグラーがいずれなくなったとしても、一島もうすでに6号機のジャグラー構えてますから、先駆けてやってます。もう2021年はぜひこの気候な川西釧路店さんのジャグラーシリーズ注目してみてください。はい、ってことは今日はジャグラーで、はい、いきますかっていうわけにはいかないですね。というわけにはいかないですね、ただ最近この番組、はい、パチンコ多いんですよ。なの で、ね、最近のスロットでも打ちませんと思ってるんですけど、はい、さっきちょっと島の中を拝見させてもらったら、なんか面白そうな寝台いろいろ設置してあるじゃないですか。そうなんです。日暮らしの泣く頃に祭り2もありましたよ、はい、あれもちょっと打ちたいなと思ったんですけど、す、僕が一つ気になったのが、はい、イニシャル D6 台設置されてますよ。見ちゃいました。見ました。あ、そうです。これもし今日打っていいんであれば、個人的にですね、はい、ちょっとこう何かと話題になってる機会でもあるの で、ね、まだ打ったことも見たこともないので、一緒にこう見てみませんかというところなんです。ですね。まあ、6台も設置してますから。そうですよね。ぜひここはちょっとアプローチしておきたい、もちろん探っておきたいなと思いますね。あ、じゃあちょっとすいません、イニシャル D 全く本当に今日打つ予定なかったので何の予習もしてきてないんですけど、そうですね、完全初打ちですけど、イニシャル D をじゃあ一緒にこう打っていきましょう。どんな AT 機か、はい、ちょっと見ていきましょうかね。そうですね。さあというわけで、はい、今回はパチスロイニシャル D、 こちらの方実践していきたいと思います。はい、さあというわけでトミーさん、はい、パチスロイニシャル D、 いいですね。いいですね。響きがいいですね。響きがいい。まあ、めちゃめちゃ有名な漫画じゃないですか。そうですね。僕原作読んでないんですけど、はい、どうやら今回のこの A プラス AT 機なんですが、はい、一つこう注目のポイントというのが、はい、ボーナス確率が、まあ、AT 中に高くなるという、まあ、ボーナスが加速するという言い方されてますけども、そのあたりが一つ注目のポイントらしいので、まあ、今回どんな A プラス ART 機なのか、お互い初打ちということで、そうですね、はいはい、ちょっといろいろ調べながらにはなると思いますけれども、はい、打ちながらイニシャル T 勉強できたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに今設定変更されたばかりですね。はい、で設定6ですよね。そうです。お互いね。で実はこれ収録してる今日はですね、まだ導入日前です、もちろん、はい、で稼働もしてませんし、このイニシャル D に関してそれほど情報も出てないという中で打ってますので、まあ、本当にね、全てが初めてという感じです。まあ、その分演出とかもね、なんだこれって言いながら、そうですね、楽しめたらいいですね。でもちろん A プラス AT 機ですから、 AT レジェンドラッシュを目指していくということになるんですが、その AT の突入契機となるのが、まあ、一つはチャンスゾーン中の抽選と、でもう一つはボーナス中の抽選と、まあ、主にこの2つが AT の入り口となりますので、まあ、5号機でもよくあった A プラス ART 機とかに近いかなという感じがしますね、通常は。でちなみにさっきボーナスの出現率が通常時と AT 中で異なるということを言ったんですけど、はい、設定1でですね、ボーナスの合算確率が、まあ、約261分の1、
でこれが AT 中だと約215分の1ということで結構違うんですよね。お藤原文太流ドラテクの英才か。おとんでもなくニュータイプの走り屋を作り上げようとしている。おリプレイですね。当たってそうじゃないですか今の手目は。なんかねリプレイじゃないですかそこは。今フラッシュしましたけど。ではないですね。一枚役。なんか熱そう。いや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 。ノー。はい。当たりです。早っ。ちなみにですね、ボーナスが2種類です。ビッグボーナスとレジェンドボーナスと2種類のボーナスがあります。53ゲームで当たりました。早かったですね。早いです。おでその後にボーナスから揃えると思うんですけど、ボーナス入賞画面の背景で AT 突入期待度をまた示しているということですね。決まったぜ。ビッグボーナスですね。ビッグボーナスでこの時の背景で AT 突入期待度を示唆しているということで、今ここ背景青なのでちょっと弱めの背景ということになりますね。はい、今異色揃いですけど、まあ基本的にボーナスはこの異色揃いのビッグボーナスで、同色揃いのレジェンドボーナスというのがあります。でレジェンドボーナス通常時に引いた場合は獲得枚数もビッグボーナスより多くて AT 突入も濃厚ということなので、まあ同色が引ければラッキーという感じですね。はい、でもちろんボーナス中 AT の抽選ありますので早速消化の方お願いします。基本的にはもう異色ビッグとですね。そうですね、はい、いきなりおえペアクですね。スイカ。ちなみにビッグボーナス中はですね、あの青いディーズ柄があるんですけど、はい、青いディーズ柄が揃えば AT 突入濃厚となります。でボーナス中にヒートアップっていう状態があるんですけれども、その時が狙いカットイン発生率が 上昇している状態ということですね。で今レア役聞きましたけど、消化中のレア役や外れでそのヒートアップへの移行抽選が行われているということですね。お、なんか良さげ。このカットインはちょっと期待できそうな感じじゃないですか。一角、おい一角一角、すごい。早速、あれトミさん相性いいかもしれませんねまあ6ですけどね。そうですね、はい、でもいきなり幸先いいスタートです。そうですね、それでもレジェンドラスト確定になります。はい、ボーナス中はですね AT が確定したらもうちょっと楽しそうな表情をしてくださいということですね。はい、嬉しそうにしてくださいあ、そうです、やりました、はい、はい、今回の AT はですね、ゲーム数の上乗せ型になりますので、 AT 確定した後はゲーム数の上乗せがさまざまなところでされていきます。はい、というわけでここからがですね AT レジェンドラッシュになります。いきましょう。おーす、はい、こちらがですね純増約 2.5 枚の AT ということになりますね。で1セットの構成が前半パート後半パートと分かれていて、まあそれぞれ20ゲームずつなんですけれども、うん、さっき言ったようにゲーム数上乗せ型になってますので、その 前半パートの20ゲーム間はレア役から、ゲーム数の上乗せあるいはこうボーナス当選を目指していくという消化になります。でダブル抽選されてますので、ゲーム数の上乗せプラスボーナスっていうダブル当選もあります。音がええなこれ、すごいですね。突破エラーです。はい音がええな。A プラス AT 機ですからね、トミさん、できればボーナスも引いていきたいですね。そしてゲーム数の上乗せも、はい、で今画面左上に表示されているラスト21ゲームというところですね。これが前半パートの残りゲーム数になります。なのでこのゲーム数消化したらそのセットが終わりじゃなくて、そこから後半パートのバトルですね。踊りたくなりますね。
あ、レア役じゃないですか、これは。上乗せチャンス。はい、右リールは適当ですね。まあ、スイカはやっぱり弱いんですよね。ボーナス当選率も低くて上乗せも多分弱いと思うんですよ。その代わりスイカが乗った時はとかね、ああそういうのはありそうですよね、さあこれでゲーム数消化になりますので、ここからは、1セット目の後半パート、レジェンドバトル突入になります。ここは対戦相手によって勝利期待とか変化します。ということでまずは対戦相手ですね、高橋健介、期待度的にはまあ一番低い相手になります。で注目していただきたいのが、左のサブ液晶があるじゃないですか。そこに緑と赤と紫のメーターが出てると思うんですけども、はい、今何もついてないですけど、一応それがですね、子役の色を示していまして、そのいずれかのメーターがついているときは、敵の弱点役ということで対応役を引くことでこの継続バトル勝利のチャンスということになります。で今その弱点役何もついてない状態なんですけども、このレジェンドバトル中に、まあ、ハズレを引くことで弱点役の追加抽選も行っているということですので、レジェンドバトル入った時に弱点役が非点灯であっても消化中にこうついて弱点役成立なんてこともあります。ラストジャッジ、ちょっと相手が悪かったですね。はい、というわけで最初の AT はここまでということになります。まあ多分復活もあるでしょうけどね、あ、有力感ランプも消えましたね、はい、はい、ありがとうございます。一旦これが一連の流れっていう、ね、そうですね、まあ初打ちだったので見せていただいてよかったかなと思います。通常時ボーナスを引いて、でボーナスから AT に入るっていう一つの流れですね。でもう一つのルートが通常時チャンスゾーンに行ってそこから AT に入るという、まあ A プラス AT 機の流れ的にはこう王道の流れと言っていいんじゃないでしょうかね、分かりにくいとかそんな感じではないですね。そうですね、はい、一通り消化してみると、あ、なるほどねっていうのが分かってきます。ただ先ほど言ったそのボーナスが加速するっていう部分は残念ながら今回そうですね体感することはできず、お見せできなかったですね、はい、まあ1セットじゃねえ、トミーさん、まあ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 、なんかやれる気がします。でもやれる気しました、はい、早かったですもんね、当たりも早かったです、早かったです。ただやっぱり最初 AT が確定したときに嬉しそうな表情ができてなかったところが多分単発につながったんだと思いますよなるほど、もうちょっと喜ばなっていうとこですよ。ちょっとこうその辺店に行かなかったそうですよ、顔でもね、いくらサンドにお金を入れてないとはいえお、リールロック、もうちょっと長くてびっくりしました。まあ強弱ありません、チェリーは。チャンスよ、なんかその80年代90年代っぽいその服がまたね、ね、いいですよね、良かったですね。少し興味が出てきたぞ、おいいですね、そういうお色気もあるんですね、もううまいこと、もうトミーさんが好きそうな僕はちょっと目をそらしちゃいますけど、あ、でもスイカ、スイカですね、おお、またリプレイ、おお、レインボー、何でその前のチェリーが当たってたかもしれませんね、さあ2回目の大当たり、はい、あっさりといただきました。まあ、ちなみに、まあ、チェリーチャンス目あたりがやっぱりボーナスに期待が持てるレアということになりますね。こんにゃく、はい、ビッグボーナスです。レギュラーないっていうのはいいな。そうですね、まあ、枚数自体はね120枚弱ということでちょっと少ないですけど、そうですね、まあ、この背景は青、ね、これ同じですね先ほどと。おお、さあこちらですね、通常時このディーズ柄狙えっていうのが出るんですけれども、ディーズ柄が揃えば、まあ、ボーナスは AT というところですね。で外れてもドリフト目っていうのが停止します。まあ、揃えば当たりですけど揃わず、
で、まあ、ディーズ柄が揃わなかった時のドリフト目が何かっていうと、まあ、チャンスゾーンの抽選、そしてチャンスゾーンの高確率への移行抽選というのが行われているということで、揃わなくてもこの後チャンスゾーンのチャンスということですね。まあ、もちろんこのあらどんどん来るな、ね、なんか狙いの高確率状態みたいなのがあるんですかね。挟んでみよう。おドリフト名ですね。でドリフト名ではチャンスゾーンの抽選とチャンスゾーンの、高確率への移行抽選ですね。ネクストネクスト、おこれ2回続いたらままチャンスなんじゃないか。8点。連続エイス8点ですけど、まあ、おそらく連続エイス成功でチャンスゾーンという流れでしょう。はい、おはい、というわけでこのレジェンドチャレンジが AT 突入をかけたチャンスゾーンということになります。で種類が結構あるんですけれども、まず何が選ばれるか、アキナスピードスタンス、まあ、期待度的には低いチャンスゾーンということになります。今回は何もなし。さあ、今回ですねアキナスピードスターズというチャンスゾーンなんですけれども、まあ、チャンスゾーンの中では一番期待度の低い、チャンスゾーンになりますよと。でチャンスゾーンによってその中身が全くこう違うくて、このスピードスターズに関してはステップアップ方式ということで、消化値ステップアップしていけばチャンスですよというものですね。はい、15ゲームで、まあ、この今白ですけど、ここの色がどんどん変わっていけばいくほどチャンスという感じで、今青に変わりましたね。まあ、ちなみにこのチャンスゾーン中にドリフト目が成立した場合とボーナスが成立した場合は、問答無用で AT 当選ということになります。まああんまり期待が持てるところじゃないのかなと思いますけど、緑まで行きましたよ。緑のままちょっと微妙なのかな。緑では、まあ緑ってあんまり強くないですもんね。これでラストになります。はい、8点ですね。ジャッジメント、最高のドリフトを見せてやるぜ。まあ、おそらくタイトルの色なんかもあるんでしょうね。ここは全くチャンスアップが出てる気配ないです。おお、いった。全然熱くないのかなと思ったんですけど。おお、なるほど、気持ちいい。はい、AT ですね。というわけでこちらもレジェンドラッシュ突入ということになります。これで一応ボーナス経由の AT と、そしてチャンスゾーン経由の AT というのを見れました。ね、まあ、基本的に AT 突入の流れはこの2つになりますよということですね。はい、やったぜレジェンドラッシュ。でトミーさんの AT 見てたら、その後半パートのレジェンドバトルの対戦相手がとっても大事ですね。ああ、そうですね。さあ、あっという間ですね。20ゲーム消化になります。さあ、レジェンドバトル対戦相手がまずは誰か。庄司慎吾出てきましたね。でここ今見てほしいのが赤いメーターついてますよね。一応これが相手の弱点薬ということで、チェリー成立で継続のチャンスとなります。おおね、ああチェックポイントがあるんですね。多分チャンスアップ演出っていっぱいあるんだと思いますけど、全然出てきてないような気がします。さっきのチャンスゾーン中もそうでしたけど。で次がクライマックスか。ここからが、まあ、最終ジャッジという感じですかね。チャンス少し表にサブ液晶に一応チャンスのカットインが入ったんで、期待はしていいのかなと思いますけど、ラストジャッジでございます。
おお、ダメなのか。ほら、タクミ。やっぱチェリー引かないとダメなんですかね。いやそうなんでしょうか。57枚。あ、お、もちろん出ました。サミートロフィーありますということで、ブロンズトロフィーは設定2以上ですよね、はい、まあ設定6打ってますんで早いですね。でも早いですね、一発目で出ました割と出やすいんだろうか。ちなみにですね、トミさん、はい、液晶の右下にもメーターがあるじゃないですか。あ、はい、このメーターが共通一枚薬、まあ、リリーペから点灯することがあるんですけど、これですね、はい、でこれがもし点灯した場合は点灯中は超高確率状態らしいです。超高確率中は各種抽選が優遇されていて、ドリフト目が成立すればチャンスゾーン濃厚、ボーナスが当選すれば AT 濃厚ということになりますので、ボーナスも引くタイミングによって AT と入機態度が異なるということが言えますよね。そうですね。それはそうと、トミさん、はい、気候の川西釧路店さん、はい、いよいよ12月26日昨年末オープンしました、はい、もちろんグランドオープン当初は盛大にこう盛り上がったことと思いますけれども、そうですね、そのどうですか、はい、新年迎えて、あ、ちょっと飛びからしましょうか、はい、おう、え、こんな当たり方もするんだ嬉しい、これは嬉しい。そうですね、そう、川西釧路店さん、はい、何を聞こうかと思ったら、まあ、グランドオープン当初はもちろんこう大勢のお客様来られたと思うんですけども、そのオープン前にお邪魔した時にね、はい、一応北斗無双シリーズ原産が台数結構ありますよと、でパスロではジャグラーシリーズ台数が、まあ、スロットコーナーの約3分の1ありますよというところで、まあ、お店の推し機種として挙げてもらいましたけども、実際その思惑通りに推し機種がしっかり動いてるのかなっていう。そうで、まあ、パチンコに関してはおおむね狙い通りかなってところありますけど、はい、やっぱり6号機のジャグラーがこれがまたなかなか難しいのかなと、はい、ったところでしょうか。結構これはね苦戦されてるお店ありますね、結構ね、で、まあ、出率メーカー発表の出率よりちょっと甘いですね、はい、あ、甘いんですね。で、まあ、ちょっと一足早く、先陣切ってまあ、導入したわけですけど、台数すごいですもんね。そうなんです、36台あるんで、まあ、なかなかまだまだこれからかなといったところではあります。あ、まあでもこれから長く使っていく状態ですからね。もちろんなので、やっぱりそこはしっかりと定着していただけるように。なるほど、しっかりやっていきます。なるほど、折れずにめげずにやっていきます。甘いと言いながらその甘さを生かす営業していくということですね。その通りでございます。これは皆さん、気候な川西釧路店さんのニューアイブジャグラ EX 6号機の方、ワンボックスあります、36台、はい、楽しみじゃないですか。いかず、ちょっとどちらかは ね、次回予告出てきましたよ。予告出てきました、ありがとうございます。あ、パチンコやんこれで特化ゾーンがついてくるはずです。まあ、もちろん、はい、来ましたね、覚醒。